私この大須大道町人祭りに参加するの今年で9回目になります。ありがとうございます。この9年の間にはいろいろなことがあったんですが、でも9年前、初めて楽屋におはようございますって言って、すごい肩身を狭い思いをしました。そして9年経てば、だんだんと、私の地位も上がるかなと思ったんですが、この大須大道町人祭り、お客様もスタッフも出演者も高齢化が進んでおります。残念ながら私の楽屋での地位は向上することなく本日に至っているわけですけども、そんな9年前は一体私は何をやってたのかなと思って考えてみました。そうすると9年前、1曲目にちゃんと真面目なアコーディオンの曲を弾いて、それから、いろいろなコーナーに移っていってたんです。というのも名古屋は何気にアコーディオンがすごく盛んなんですね。で、だからアコーディオンで恋に名古屋で仕事をするってなるとアコーディオン関係者が見に来るんじゃないかと思って、で真面目な 曲入れてたんですが誰も見に来ませんでした。まあ、あのアコーディオン会ではまだまだ異端児ですが、そんな今年も初心を忘れないように、1曲はちょっと真面目な曲を弾いてみようかなと、思います。そしてその間にあちらを花魁道中が通過するという、素敵なタイミングになってますけども、こっちに今メイクが濃いのがいるよ。フランスの、大衆音楽で、ミュゼットというジャンルがありまして、そこから、帰ってきたツバメという曲をお送りしたいと思います。右手は多分アコーディオンというのは 何をやってるか分かると思います。右手は このようにピアノと同じ音階が出ます。そして左側、この楽器だと72個ボタンがついていますが、これで何をしているかというと、こんな感じで、低い音階が出ます。そして、左手では1個のボタンを押すだけでこのように和音が出るようになっています。なのでアコーディオンという楽器は右手で何もしなくてもこんな風に、左手だけで伴奏ができる便利な楽器になっています。よかったら今一瞬だけかもしれませんが後ろの方がすごく混み合ってますので、よかったら 1,2 歩前の方に出ていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。で、よかったら暇な人はあの靴を脱いで、こちらのシートの方に上がっていただきたいななんて思うんですが、いかがでしょうか。拍手が一人から起こりましたが、あなたはどうなんですか。はい、というわけで今度はこの右手と左手に足のリズムを入れてお送りしようと思いますが、シャンソンの枯葉がいいか、それか、ケセラセラがいいか、ちょっと聞いてみたいと思います。ケセラセラっていうのはちょっと明るめな曲です。枯葉は渋めな曲です。それでは
渋めの枯れ葉がいい人、拍手をお願いします。それでは、明るめのケセラセラがいい人、私的にはすごく楽な曲なので、よかったです。それではケセラセラ聴いていただきたいと思います。私の歌声を聞きますか？ありがとうございます。ありがとうございます。それじゃあ、私めったに大道芸で歌うことないんです。でもここのチェザリ広場に来ると嬉しくなって歌いたくなっちゃうんです。それで何を歌おうかなと思ったんですが、私すごいフランスが大好きで、エッフェル塔を頭につけたりとかシャンソンを弾いてますが、ひょんなことからロンドンに住むことになってしまいました。それで、そのロンドン生活をちょっと歌にしてみたんですが、いかがでしょうか。聞いていただきたいと思います。ありがとうございます。ちょっと気分が悪くなる人がいるかもしれないので、その方は即座に、ご退場いただいて大丈夫ですので、それでは、聞いていただきたいと思います。2400円、しかもサービス料 10% は別料金。ああやなちゃん、ああ驚いた。スーパーに売ってる寿司キット、米と海苔とくるくる巻くやつが入ってる。日本の心って名付けたかったの分かるけど、残念、その名はなんと日本の心臓。とあるスーパーで、とある日本食レストランで注文しました。カツカレー楽しみにしてたのに出てきてびっくり。想像してみてください。カレーの下にご飯、ご飯の下にカツ。そんな時こんな歌がぴったり。ああやなちゃった、ああ驚いた。終わり方を特に考えてきてるわけではありません。でもみんなで歌って、みんなで手拍子をして、いい感じ。そう、みんなで手拍子をして歌を歌えばなんか盛り上がってるような感じになりますので、皆様どうぞご協力よろしくお願いします。もっと大きい声で、
からないこのなぜかガムテープを落とすと拍手が吹き起こるというね、でもまあでも会場が変な雰囲気になっちゃったのは私のせいです、なので次はこれに乗ってみたいと思います。なぜ急にこんなことを始めるのか多少疑問と不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。でも私これやった後に自信のある曲2曲をお送りしようと思ってます。その2曲は一人でも多くの皆さんに見て楽しんでいただきたい、そんな思いを込めてこれをやりますので、今いらっしゃる皆さんが私がこれをやってる間ぼーっとしてたり、もしくは私がこれをやり終わった瞬間にこの場を去って行かれるようなことがあったら、私がこれをやる意味全くなくなってしまうということになります。そちらの方ご理解いただいた上で、各自もその場を離れずに責任を持って最後までいてほしいなと思うわけですが、いかがでしょうか。ありがとうございます。多少反論があるようですけども、やってみたいと思います。
飛行機事故でこの世からいなくなってしまった時に作られた本当は悲しい曲です。で今まさにこの場を去って行かれようとしているそちらの2人、でもいいですよ、時間だったら ありがとうございます、とどまっていただきました、でもあんな素敵な人たちばかりじゃないんです。短い時間ですがこちらでアコーディオンの方を演奏してまして、たくさんの人が後ろを興味本位に足を止められては最後までお付き合いいただくことなくこの場を去って行かれました。そんな今はもういない彼らに、そしてここでこうやって辛抱強く私とお付き合いいただいて くださっている皆さんに感謝の思いを込めまして愛の讃歌をお送りしようと思ったんですが、向こうがすごくやたら賑やかですので、ここで自己紹介の方をしたいと思います。私の名前私の名前は突然止まりましたね。どういうことでしょうかね。誰か最後、まあ、自己紹介しましょう。私の名前はアコルデノンノンと申しまして、お祭りとかではこういう派手な格好でオーディオンを弾いてるんですが、もともとは、安西のりえという素朴な感じで、アコーディオンを弾いてるんです。でも毎年夏になると、1、2ヶ月フランスの方に行きまして、向こうでキャンプをしながら街角でアコーディオンを弾いて、そのチップで生活するというのをやってきます。その毎年行く町、アビニオンという町があるんですが、そちらで そちらで毎年会うおばあちゃんの話をしたいと思います。ありがとうございます。そのおばあちゃん、年は80歳を超えています。そして、ルーマニアからまずバスで3日かけてアビニオンに来るそうです。それで、やっぱりアコーディオンを街角で弾いてるわけですが、すごくおばあちゃんの笑顔が素敵なんです。だからたくさんの人が写真を撮ろうとします。そうするとおばあちゃん急に怖い顔になって足元にあるザル、私も後でこちらの方に出してみたいと思いますが、ザルを指さしてお金を置いてけというサインをするんです。で慌てた観光客がお金を入れるとまたものすごい作り笑顔で写真を撮らせてくれるというそういううさんくさいおばあちゃんなんです。でも私もあと50年後ぐらいにはあんなうさんくさくてたくましいおばあちゃんになれたらいいなと思って、アコーディオンを弾いてるわけですが、そのおばあちゃん何が一番うさんくさいかというと、朝から晩までアコーディオンを弾いてる割にはレパートリーがたったの1曲しかないということです。そんなおばあちゃんのたった1曲のレパートリー、ドナウ川のさざ波を聴、いていただいて、あとに、自信のある2曲お送りしたいと思います。
後になります、最後は私の人生の指針ともなってます。大切な一日になります。その前に後ろで順番待ちをしてたらこんな素敵なものをもらっちゃいました。憧れの温度、乾杯の温度を取らせていただきたいと思います。一回この天高くポーンってやりたかった。なんか微妙な空気になってますよ。大道芸って大好きなんです、というのもお客様、若いお客さんからそうでない方まで お金持ちの人からそうじゃない人までそこ持ってるんじゃないですか。で、そういうふうにいろいろな人が、一箇所にキューって集まって私のアコーディオンを聴いてくれる、そんな瞬間すごく大好きなんです。こんな偶然の出会いはないと思います。なので、この偶然の素敵な出会いに乾杯をしたいと思うんですが、皆様グラスのご用意はよろしいでしょうか。うわあ、箱。
願いいたします。それで後ろの方で出てくるのが恥ずかしいとかそういう方でいらっしゃいましたら、後ろの方にカンカンを持ってる人がいますのでそちらの方にお願いいたします。どうもありがとうございました。右に曲がったところで生ビールを買うと300円になります。